高菜飯定食高菜飯は、熊本県及び、筑後地方の郷土料理。最初に炒り卵を作り、細かく切った高菜漬けをしっかり炒めた後に、炒り卵とご飯を混ぜて、さらに炒めごま、塩、醤油等の調味料で味付けをしたもの。阿蘇高菜を使用するため、阿蘇地域でよく見られる料理である。豊肥本線に市の川駅前のドライブイン、阿蘇寺が、阿蘇で、初めて商品化し、 徐々に定着して、阿蘇の名物となった。阿蘇寺の高菜飯は、高菜ピラフや高菜チャーハンとは違う素朴な製法で、根強いファンが多い。ここからは、口頭で伝わっている話であるが、明治時代、宝庇本線の宮所の駅までの開通に向けて、当時の鉄道大臣が視察に訪れた。今の市の川駅にほど近い場所で、西目や団子シールで接待した際に、 高鍋市も教されたと言われている。阿蘇寺の高鍋市は、初代店主である久典の母さきが、夕下の前に作っていたものがその原点である。昭和43年3月の阿蘇寺の開店後、旧徳の兄弟のうちの一人久助が、子供の頃に、母親が作って食べさせてくれた高鍋市を商品化しては、という一言がきっかけで、初めて元祖高鍋市として売り出した。 それが今では、麻生を代表する郷土料理の一つとして広がっている。ありがとうございます。